この番組は光圀社長と社員たちが世間で話題になるであろうおすすめ情報をいち早くキャッチし皆様にお届けする番組です。前回この春から東京に進出する骨付きバナナを深掘りするためバー上市にやってきた光圀社長、今回はその後編をお送りします。けど大阪ではどうでしたか、この5年は。僕は楽しかったですね。確かに楽しかった。そのやっぱりそのまあ天下の吉本ではなく、松竹芸能を選んで良かったなと僕はでも思ってて。あ、どういうとこは？やっぱ先輩とか後輩とか、あとまあ社員さんマネージャーと距離がすごい近くて、まあほんまにその早く成長できたなって思いましたね。そう、近い距離やっぱり先輩方の動きとかを見れたんで、ほんまにライブでもそうですし、まあ社長にも営業でのあの大立ち回り見せていただいたんで確かにね、社長と一緒に営業行ったことも。いや、行きました、この間ね。はい、この間行った時も和歌山のね、やっぱその持ち時間10分20分の、はい、あの長尺をギャグで乗り切れる人いないですよ。すごすぎます。マジで見つけさんだけっすよ。いや、あそこは特殊な本当に場所なんですよ。え、僕にとってはホームなんでね何回行ってるんでしたっけ、あそこ。あそこ6回行ってます毎年行ってるやん。めちゃくちゃ行ってますよ、和歌山のね。はい、田舎の方です。いつもみかんくれるよね、あそこ。まあ和歌山なんでね。寝たしながらお地蔵さんみたいなお供えが入ってくる。逆1個につき2個が1個入ってくるっていうね。僕らももらってたもんね。僕らも漫才始まる時におじいちゃんがこうやってみかんみかんって持ってきてくれたんで、ありがとうございますね。今有田みかんをいただきました。めちゃめちゃミルクボーイさん。めちゃめちゃミルクボーイさんって。あれ本物物でやってるの初めて見た。実物も。ミルクボーイさんもね、架空のエアーでやりますからね、本物。あのおじいちゃんもなんか笑顔一つもなかったです。そういう子も出てました。ほんまに。当たり前のようにもできた。いや、でもほんまにその先輩とかの距離が近かったんで、僕は楽しくお仕事させてもらってました。先輩の距離ほんま近いけど。めっちゃ近いですよ。まあ、バーもあるしな、まあ、確かにこのバーに先輩方飲みに来てくれたりとか、あとやっぱ賞レース結構勝ち上がれてることが多くて、でその時も明日頑張れよみたいな感じで、その日本橋にあるでっかいカツ丼とか、ほんま3000円ぐらいするようなやつを、その吉本カルビさん、ごちそうさまでした、ドンっておごってくれたりとかで。でも距離近い近い言うけど、この店そこまかったところに赤月明夫さんがそこ店やってんの全然知らんかったよ。大先輩の赤月というのは明夫さんがそこでそこやで、ほんまもう、まあ、5メートル先やつもマジそうで、こう曲がってすぐですよ、ね、そこで。そうそう、全く知らなかった。今そこで音がびっくりした。明夫さんすいませんでした。この正門町界隈は松竹の芸人が動いてんねんから問題が垂れてんから。目標とかはそんな、なんかあるんですか、このプランというか。いや、もう東京行った瞬間も売れたいな。もう東京駅着いた瞬間売れたいな。すごい、ね、新幹線にパクって売れたい。なかなかむずないそれ。売れたいな。まあなんかね、タイトル取ってとか、うん、そうですね、やっぱり賞レースはやっぱり僕ら漫才もコントも賞レース強いね、本日。まあ今そうですね、準々決勝ぐらいには行かせてもらってる、どの賞レースも。でやっぱり決勝は行きたいですね、漫才もコントも。確かに、マンコン両方いけるもんね。そうですね、ピンネタもね、R1 も地味に僕準々決勝3回ぐらい。ちょっとやんといて。あれ、社長もだって経歴制限なくなった。今年 R1 出てね、出てますよ。ちょっと良すぎだ。急にアルコール入ってる。ノンアルです。ノンアル。ノンアルの甘い飲み物。ちょっときついの状態。忘れたい、忘れたい。逆ですしね、酔っ払ったらきついの状態。2回戦落ちない。2回戦落ちない。忘れたい。おかしな話ですね。なんも傷飲んでも忘れられない。でも シードで出られた。いや、もうだから言わんで、そんなんやろ。実は初戦敗退やねん。ってことはね、過去にやから準決勝それ。いやいや、それ過去はええねん、もう今や。かっこいい、言うことが結構かっこいい。ネガティブになってしまった。ネガティブかっこいい。どうしたんすか、そんな。もう R 嫌い。R って言う。 R っていう字見るだけで嫌いもん。結構ありますよ、R っていう字。いろんなとこで見ますね。まあ、そうですね、まあ賞レース決勝行って、まあ、優勝して、まあ、行きたいね。バーンと骨付きバナナっていう名前売りたいですね。東京とか考えてないんですか、その。確かに東京。いや、めちゃめちゃ考えてるよ。え、考えてるんですか。うん、そのどういったプランでというか、まあ、ご家庭もありますし、それは、まあ、あのまあ子供が成人したらやな、行こうと。
お子さん今いくつですか？一番下は今11歳やから、まあ、と9年59歳で俺は まあまあまあ59で60手前でね。まあまあたまになんか新聞でもね、60歳で大学入る人募集とかね、なんかコラムとか見たことあるんですよ。そのなんかありますか、もっと言い残したこと。ちょっとなんかちょっといいですか、仕事、はい、あの東京松竹のマネージャーさん、お仕事いっぱいください。くださいよね、絶対くださいよね。大阪ローカルです。嘘だ。どうにか見て見てよ、見て YouTube は